腹空いちゃいますね、それだと。いや、水飲めばいい。水飲めばいいんですか。お茶飲むとか。あ、食べない、食べない、腹が減ったら食べない。そうそうそう、じゃあそういう選択肢がない人はダメだ。あ、腹が減ったら食べない。そうそう、だってあなたたちは腹が減って食って時間で食ってでしょ。あ、食う選択肢しかないじゃん。ああ、確かにそうですね。でしょ。僕らは腹が減ったら食わない。うん、食わない。もうでもまだ減ってきたら、しょうがないから食わないのと水飲むとどっちしようかなって、やっぱじゃあやっぱここも食わない。ああ、いや、いつ食べてるの。俺まだ今度入ってきた時に、あ、でもそろそろ水飲まないと死んじゃうかもしれないから、じゃあお茶を飲むとか。でも食べないみたいな。でしょ。そう、食べない選択肢がある人だっているわけでしょ、世の中に。うんうんうん、でしょ、うん、あなたたち食べる選択肢しかない、ね、そうですね、腹減ったらまず食べちゃう。まず食べる、まず食べちゃう。まず食べるでしょ。そろそろ食べなきゃ死んじゃうかなと思った頃食べないと。そうなん、ギリギリまで持てない。いや、1日3食とかっていうのもあれは別にダメダメダメ、3日に1食ぐらい3日に1食その方がいいっていう人多分世の中にはいると思いますよ。俺3日に1食ぐらいがちょうど自分の体には合ってるって人多分いると思いますよ。あ、俺多分ね1日3食食ってね、うん、病気になってる人いっぱいいるけど、うん、僕は3日に1食ですって健康の人の方が多分そっちで病気の人っていないと思うよ。どう思う。いや、どうなんだろう。多分そっちの方が健康の人多いと思いますよ、僕はね。食べなくても生きていけるんだったら食べない方が体に負担がかからなくていいと思う、うん、食費もかかんないし、うん、そう、金はかかんない、かかりかかんないですね。金はかかんねえ、食費はかかんねえわ、腹は減らねえわ、病気にはならねえわ、医療費はいらないわって、いいことづくめじゃない。そうですね。ぜひカズ君もぜひ明日からもう3日に1食ぐらい3日に1食やってもらえれば痩せちゃうな。そうすると本当に栄養のものを例えば何か一つ取るとするとどれにしようかなって選択が始まるんだよ。うん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 、だから俺なんか今日昼飯食べるのやめようかなって思った瞬間ね、あ、でも栄養は入れたいなって思うわけ。うんうん、じゃあこの辺で栄養を取れる食品って何かな。あ、そうだ、大鈴屋のあの豆乳、うんうん、あれ栄養あるよなって思うわけよ、うんうん、ね、黒糖入ってるし、うん、で大豆のさ、うん、あの殻も入ってるわけでしょ、うんうんうん、全部入っちゃってるんだ、うん、おから入りです。おから入りの豆乳だよ、食物繊維で、それが250円、みんな高いって言うんだよ、安いじゃん、お昼ご飯250円だったら、うん、ランチだって500円ぐらいかかるんですよ。そうですね、ああ250円、半額じゃないですか。半額ですね。それを一気に飲んじゃうと、うん、なんか吸収しないままし、ね、おしっこになっちゃうともったいないから、うん、チビチビ飲むんだよ。3日ぐらいかけて飲む。3日チビチビ。そうするとゆっくり体に入って染み渡るもので栄養になるじゃない、うんうんうん、選択とあと飲み方がだんだん変わってくると思う。冷たいまま飲んだってどうせお腹がびっくりしちゃうから、どうせ吸収しなくなるから、お腹の中ゆっくり通るようにチビ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 温めながら飲むかみたいになるんだよ。だって青木さんなんか夏だってあったかいお茶飲んでるじゃん。あったかい、うんうん、あったかいお茶飲むと、ね、調子いいんだよ。うん、でしょ。で別に俺あったかいお茶出てきても何文句言わないじゃないですかね。うん、ありがとうございますって飲むわけでしょ、うん、だけど知らない人があったかいお茶出たら、おい夏なのなんだお前冷てもんねえのかって言われるわけでしょ。そうでしょ、だから飲まないもんね、飲まない。で、ちょっとどこか自販機ないですかって言って外買いに行くもんね。そうアホもいるわけでしょって。うんうん、だから分かるじゃん、見てればね、うんうん。言動とか行動を見てれば、うん、この人はどういう考えで生きてるのかとか、うん、あ、この人は多分早死にするだろうなとかっていうのは、うん、お茶だけでも分かるわけじゃないですか。うん、そうですね。あと商売やっていくんだったら、うん、元気で長生きしてくれる人と付き合わなかったら、うん、商売成り立たないでしょって。うんうん、死んじゃったらね。そうそう、いくらあなたが100万円買ってくれたって明日死んじゃうんだったらさ、意味ないもん、うん、だけど1万円でもずっと100年生きてくれて、うん、毎年毎年1万円ずつだね。100万円だな。100万円ですね。その方がこっちも安定していいじゃないですかね。ビジネスとして。そうですね。そうじゃない。そう、その通りだと思います。多分あなたが俺100万円買ってくれたらさ、俺多分お姉ちゃんとかで飲み行っちゃって終わっちゃってる可能性があるじゃんね。ほんと経済的にも俺も破綻する可能性、あなたは死んじゃうしこっちは経済的破綻って可能性があるわけでしょ。そうですね。でもあなたが毎年1万円ずつさ100年長生きしてくれてだよ、はあ、オラオラって俺のとこ1万円ずつついてくれればさ、俺も安定するし、どっちもいいじゃないですか。そうですね。でしょ、はい、
でそういう方人がたくさんいる人の方がその会社は俺は安定してね、うんうん、行くだろうし、うん、そうですね。でそういうのだけでも違うじゃないですかね、うんうん、お茶一つで分かっちゃいますね。分かる分かる、ね、だって俺なんか顔パッと見ただけでアホかお利口さん風にすぐ分かるもんね言わないけど健康健康テーマだからアホかアホじゃないか言わないけどさね、だから分かるようになってくるわけじゃないですか、はい、そうやってね、はい、聞かなくてもね、うん、普通はみんな自分で判断することができないから、うんうん、あの人誰か知ってるかとかね、うんうん、こう例えばねじゃあ家族のことに対しても俺が見てあこの人こんな程度かなって分かるけど分かんない人は、ね、青木さん聞くわけじゃんね。あの人どこの人とか何やってんですかとかって言ってそれで青木さんが一生懸命ここをね、うん、説明して、うんうん、それで信用するかしないかまた判断するでしょうけど、うん、自分で判断はできない人はできないよね。できないですね。でしょ、うん、でも僕は別に人の判断なんか相手にしてないですよ。別にさ、うん、気にしないから自分で判断して、うん、で自分で信用した人に騙されりゃお前の俺のせいだしね、うん、その自己責任なのそれは、うんうん、でしょ。でその方がさ迷惑かかんないじゃないですかね。周りにもかかんないし、うんうん、全て自分であこの人はどういう人なのかとかは全部大体分かりますよね、うん、食生活で。だからラララ無人君が大事だって今日とかって賞を買ってきてるわけですよ。タララ無人君、素晴らしいですね。葉っぱ生えてたから観葉植物かと思ってた。そうですね、生姜に葉っぱ、うん、生姜の葉っぱってこういう葉っぱだったんだ。葉っぱなんですね。ネギみたい。そうですね、うん、やっぱ農家だけあってねこんだけしっかり葉っぱつけておくんだよね。そうですね、うん、多分この方がひあのこの切っちゃなくてもこのままの方が、そう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 新鮮なんだよね、うんうん、多分ね、劣化しにくいのかもしれないですね。この状態でね、あの無人空に置いてあるから。